ございます。おやすみなさい。どうも赤福兄弟の妹大福です。ちょっとツイッターの方では何回か言ってたんだけど、先週先々週くらいからちょっとお仕事のね忙しさがピークに達しておりまして、月曜日はその動画が上げられないから代わりにって生放送ショールームの方でやったり、金曜日に関してはちょっと動画も生放送すらもできなかったんだけど、大変申し訳ないです。でね、お兄ちゃんもちょっと忙しくて顔をね出せない状況でして、今一人で撮ってるんですけども、ちょっとね僕のとっておきの上目遣いで皆さんに許していただこうかなと思いましてね、やるんで。許してちょんまげ、まあ、これでね、全世界の皆さんが許してくれたということにしておきましょうまあお兄ちゃんもいないんで、ちょっと今回の動画もコメント返しで終わりたいと思います。申し訳ないです。私は帰ってきたはい、ゲボ吐きそうな声だったねそうですね。え、で何やんだっけ。コメント返しの後はしましょうか。あやっとりましょうか。はい、はい、皆さんお久しぶりでございます。それではコメント見ます。はい、ほら嬉しい、やったー、言い訳して言い訳って笑ってくれる大工さん、マジいい子なので大事にして、このクソ野郎、プタープタ、ありがとうございます正直ね、お兄ちゃんしょっちゅうね、こういう親父ギャグ的なの言ってくるんで、リアクションしてあげないとかわいそうかなと思って生放送ではお世話になりました。ネタ的な歌が歌いたいっておっしゃられていたので、これは根拠を歌うべきなのでは。僕が赤石さんの声好きだなと思ったのは嘘偽りありません。シドの嘘とかどうでしょうあ、僕の頭から大福様のタバコが消えません、ブワーホラーゲームは怖いってより、やっぱり突然来るやつでびっくりしちゃうよね。あそこはびっくりしても仕方ないと思ったよ。次が楽しみなのだよ。過去掘り返しマンやってるあの日ミートそばそば嬉しいね、ほんとね、この人いい人なんだわー。もう褒めてくれる人はみんないい人なんだわーホラーゲームびっくりするよね。過去掘り返しマンは動画が短いので結構楽だと思いますそうですね、はい、これからもっと出していきたいと思いますが、はい、時間がありません時間くれー。お疲れ様です。怖いアヒルさんでしたね。あっくんかなり混乱していましたね。大工さんのホラーゲ実況楽しみにしています。ありがとうございます。楽しみにしたってな、全然楽しくねえからなこいつのホラー実況なんて、なんか出てきたって、うわーはは ーって笑ってるだけだからねいやまあそうなるな。妹の絶叫とか聞いたことない。結構叫んではいるよ。違うんだよ、叫ぶ部類が違うんだよ。あーって笑ってるだけじゃん本当の声、うわぁ、びっくりしたーってのないじゃん。ないわ。そんなホラーがあったらぜひ教えてほしいっすね。そうだね、教えてほしいです。多分ない。お疲れ様です。アックの叫び、いいね。もっと聞きたい。言い訳して、言い訳はくさー。ね、面白いでしょ面白くないよ。アヒル怖い、次のホラー、鼓膜の回を用意して待ってるぜありがとう。鼓膜って何円すんの。鼓膜おいくら万円するのわかんないな。割と高いんだったら俺もうちょっと加減してやるからさ、替えとかもう用意しなくても大丈夫なようにするからさ、まあ頑張っていこうで。金500円くさー、おとわりあんましてなかった、もっと罵って、もっと、うわーすごー代わりのとわれ僕の鼓膜を用意してくださーい。もうみんなね、パソコンから聞いたり携帯から聞いたりしてるかもしれないけど、俺次回隣から聞いてんだからね。迷惑考えてよ。うわー
お返しするぞ、いいのか、いや、いい、俺のが多分声量あんだからな。行くぞ、お前。いや、次回は、ちゃんとやるということを約束いたしましょう。そうですね。はい。次回の動画は金曜日絶対出るから、見てねー。見てねー。本当に出るからな。嘘じゃないからな。な。